アントニオ・ダ・シルバ・ポルトは、ポルトガルの画家である。写実主義のスタイルの作品を描いた。ポルトで生まれた。ポルトの美術学校で、画家のジョアン・アントニオ・コレーラやタデウ・デ・アルメーダ・フルタードに学んだ。1873年の夏に、仲間の学生のジョアン・マルケス・デ・オリベイラとパリに留学し、パリ国立高等美術学校でアレクサンドル・カバネルやアドルフ・イボンに学んだ。教師たちに勧められてサロン・ド・パリに出展し、高い評価を得た。1878年のパリ万国博覧会の展覧会にも出展した。パリではバルビゾン派の画家や写実主義の画家たちから影響を受けた。1879年にイタリアに旅した後、ポルトガルに帰国し、ポルトにスタジオを開いた。その後、リスボンに移り、1881年にジョゼ・マリョはコルンバのボルダロ・ピニエイロ、ラファエル・ボルダロ・ピニエイロといった芸術家とグルーポ・ドゥ・レアウという美術グループを設立した。42歳になった1892年リスボンで死去した。ありがとうございます。